やっほー、小学生のみんな見てますか。大阪のみんな、沖縄のみんな、山形県のみんな見てますか。見てる見てる、嬉しいね嬉しいね。今日もここに来てくれてありがとう。おかっちです。おかっちね、おかっち。突然やけどみんな、カンニングって知ってる？カンニング知ってる？カンニングっていうのはね、テストの時、まあ何でもいい、漢字テストでもいいし、算数のテストでもいいし、体育のテスト、体育のテストは難しいな、まあ何しかテストの時によ、前の人の答えを見てそれを写すこと。これいいと思う？いいと思う人いないよね。これはダメなことです。ダメなことなの。これ見つかったら全てのテストが0点になったり、お父さんお母さんにこら怒られたりするから、絶対にやったらダメだよ。絶対にやったらダメ。でも僕、小学5年生の時やってしまったの、カンニングな。もう仕方なかってん、やるしかなかってん、追い詰められてたから、あかんで、やったらあかん、分かってるよ分かってる。でもね、やるしかなかった。そしたらな、不思議なことが起きました。ずーっとカンニング、他の人の答えを見て写していたら、本当に頭が良くなったんです。おかっちね、小学5年生の時に中学受験をするって決めて、中学受験に合格して同志社公立っていう中学校に行くって決めて、だからそのためには、合格するために塾に行かないといけなかったの。塾ね、おかっちは決めました。大阪で3番目に有名な塾に入るって。家から遠いで、電車乗っててね、1人で電車を乗ってね、3つぐらい駅や。おかっちの駅が郡園っていう駅だったから、そこからね、何だかな、高善寺、枚方パーク前、枚方市駅、その枚方市駅にあったんや、阪神受験研究会です。今ではもうなくなりました。そこの塾に僕は1人で通ってたんです。そこの塾にはね、3つのクラスがある。一番頭がいい、一番優秀な S クラス、そしてまあまあ頭がいいA クラス、そしてあんまり頭が良くない B クラス、 SAB3 つに分かれていたので、おかっちもやっぱそこに入ったら S クラスに行きたい、かっこよく見えるからさ、あいつら S クラスなんかすごい偉い人たちなんかな、なんか塾のボスみたいな感じやって、やっぱ S クラスで一番優秀だからね、おかっちもなんとかそっちに行きたいと思って一生懸命勉強しました。勉強して、毎日ね、算数、国語、理科、社会の問題集がね、こうやってね、自分の机の右に置いてね、それを1冊ずつやって左に置く、1冊やって左に置く、そういうことを毎日繰り返してたの。じゃあなんとかA クラスに行けました。 A クラスに行けたの。でもね、半年間どれだけ勉強しても S クラスに行けなかったの。はあ、やっぱり俺はダメなのか、頑張っても無理なのか、そういうふうにね、諦めてたの。じゃあね、チャンスがやってきたんだ。チャンス、復習テストです。復習テストっていうのは、1 1ヶ月に1回あるテスト、それは前の月に勉強したことがどれだけできているか、それを試すテストです。その復習テストが良かったら S クラスに行けるし、悪かったら行けないの。わかる？そこの結果がどのクラスに行けるのかっていうクラス分けの基準になっちゃうから、毎月おかちは頑張っていた。でその時も復習テストの時だったよ。復習テスト、そう算数やったかな、解いていました。算数なスラスラ解けた、自信あったから、一生懸命勉強したから、今回は絶対にいけるって思ってね、算数問題とかでもな、ちょっとしてたらな、わからん問題出てきて、ああわからん、ああこれどうやったっけ、これわからん、どうやったっけ、ダメなのかなって、今回もダメなのかなって思ってたら見えてしまったの。塩見くんです。僕の前に座ってた塩見くんの答えが見えてたんです。塩見はね、 S クラスの中でも特別な S です。特別な S、 めちゃめちゃ頭が良くて、その阪神受験研究会のおかっちが言ってた枚方校では一番頭がいい子、特に算数がめちゃめちゃ得意ね。えいつも白い T シャツ着てんねん。いつも白い T シャツ着て、青いジーンズを着てて、眼鏡もなんかこんな丸い眼鏡で、ちょっとレンズがね分厚い、めっちゃ太い、これぐらい太い分厚いレンズでね、目がポコって大きく見えるような感じ。今見たらダッセ、あいつ何って思うんやけど、その時はかっこいい、塩見かっこいい、あっ塩見君おはようございますみたいな、なんかすごいかっこよく思ってて憧れてたの。でその塩見がおかっちの目の前に座ってて、おかっちがわからない問題の答えを自信持って書いてたんです。 2B の鉛筆でめっちゃ濃いで、迷ったよ、さすがにおかっち、いや見たらダメ、これバレたらダメ、バレたらやばいし、ダメ、やめとこ、迷ったけれども気づいたらもう写してました。その問題だけじゃない、その前の問題でも自分が自信がない問題あるやろ、あれも見て、写し、ふう、写し、あ消しゴムを取るふりして見て、写し、そんな感じで算数は終わりました。国語も同じようにやって、理科も同じようにやって、社会も同じようにやった。自分がわからない問題は塩見君の答えを見る。それだけじゃない、自信がない問題も自分が自信がある問題も全部塩見の答えと自分の答え合ってるかなって確認して、全てのテストを終わりました。そして1週間後、黒板に貼り出されんねん、自分の成績が。ここの結果でおかっちは S か A か B かが決まる。ドキドキ。おかっちは行けたかな、 S に行けたかな、行けたかな、行けたんです、行けたんです。 S クラスに行けました、おめでとう。だって念願の S クラスに行けたんだからな、おめでたい。でも当たり前のことや、そうだろ。だって一番頭がいい子の塩見の答えを見たんやから、そりゃ S クラスに行けるわよ。そりゃそうや。自分もな、バカじゃない、悪いことしたなっていう気持ちは残ってた。でもね、大ちゃんよく頑張ったね、オムライス食べに行こうか。お大輔、お前 S クラスに行けたんだってな。おお、さすが俺の子や、できると思ってたよ。なんか欲しいおもちゃ言ってみ、ご褒美や。S クラスの先生からも、おお岡崎、お前 S クラスに行けたんやな、来月から俺のクラスや、ビシバシ鍛えてるから楽しみにしときや。同じ A クラスの友達からも、大ちゃんいいな、頭ええな、 S クラスに行けたんだな、羨ましいなってみんなからそういうふうに褒めてもらったり羨ましがられたりしていたら、なんか悪い気持ちはピュッ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 って跳ね生えてどっかに行っちゃって、おお、俺は S クラスなんだよ。お前らとは違う、頭がいい特別な人間なんだ。ふっふっふっていう気分になって自信がねいっぱいになっちゃったの。そうそうそう。でもね、翌月その次の月の復習テストももちろんカンニングしたよ。カンニングして、その次のテストも、その次の復習テストもカンニングして、その翌月もカンニングした。ずーっとカンニングしました。6ヶ月間人の答えを見たんです。その間おかっちはずーっと S クラスです。そりゃそうやろ、カンニングしたいから。なんで何がいいって分かる、何がいいって分かる、休憩時間。これがおかっちが最も幸せな時間でした。休憩時間、みんなエレベーター前に行きます。エレベーター前には自動販売機があり、そこで子供たち塾のみんなはじゃんけんぽい、あっち向いてほい、じゃんけんぽい、あっち向いてほいとかな、じゃんけんやったり、おカードゲームの対戦とかやったりとかさ、トランプやったりとかさ、今日俺はコーラにしよう、そしてメロンも混ぜちゃおう、名付けてメロンコーラやとか言って楽しんだりとかしてる。でも本当に幸せなのはその後、金庫たんこみんながそれぞれ自分の部屋に戻るんです。おバイバイシーズ、また帰る時一緒に帰ろうな。おバイバイ田中、おお下柳、また遊ぼうな。あいつらは A クラス、そしてあいつは B クラス、俺はこの廊下の奥の S クラスなんだ。その時の歩いてる時がとっても気持ちよかったんです。そうなの、嬉しかった。やっぱり S に行けたら俺は幸せになれた、そういうふうに思っていたの。でもね、本当のバカじゃないわおかっち。今おかっちのことバカやと思ってたやろ、バカやと思ってたやろ、バカじゃない。おかっちも思った。6ヶ月間カンニングをしていて、もうやめようって思って。そりゃそうや、だっておかっちは S クラスに行くためにここの塾に入ったんじゃない。中学受験に合格して同志社公立中学校に入るため、そのために俺はここにいるんや。ずーっと人の答え見てたら全然自分のためにならへん。どれだけ自分ができたのか、それを試すテストで人の答え見てたら自分が何ができて何ができていないのか、それが分からへん。もうしない、誰の答えも見ない、いや見る必要がない。だって俺は S クラスの人間なんだから、もう誰の答えを見なくても誰にも頼らなくても自分の力で絶対 S クラスに行ける。この6ヶ月間俺は S クラスのメンバーと一緒に勉強してきた。 S クラスのスーパー先生と一緒に学んできたんです。絶対 S クラスに行ける、もう誰の答えも見ない、自分の力で行ける。そして復習テスト、自分の力で算数を解きました。国語、自分の力で国語の問題も解きました。そして理科も、そして社会も、4つの教科全て自分の力で解いたんです。偉いでしょう。誰の答えも見ませんでしたよ。ほらバカじゃないよ。そして1週間後、黒板に自分の成績が貼り出される。さあ、ここで問題です。カンニングをせずにおかっちは復習テストを解きました。そのおかっちの成績は S クラスだったでしょうか、それとも A クラスだったでしょうか、それとも B クラスだったでしょうか。さあ、1番 S、 2番 A、 3番 B、 考えてください。さあ、どうだったでしょうか。シンキングタイム、3、2、1、終了。はい、正解は思議でしょ。なんでやろ、わかる？これちょっと考えてみて。おかっちはこの塾に入って自分の力だけで半年間6ヶ月間勉強してきました。でもどれだけ頑張ってもどれだけ勉強しても S クラスに行けなかったんです。ずっと A クラスやった。そして6ヶ月になっておかっちは人の答えを見ました。カンニングして S クラスに行けたんです。 S クラスに行けた。自分の力じゃない、人の力を借りて。そしてその6ヶ月がカンニングして6ヶ月を過ぎて自分の力でテストを解きました。じゃあおかっちは S クラスに行けたんです。わかる？カンニングをしていたら本当に頭が良くなっちゃった。これが今日のメッセージです。なぜだかわかる？これはピグマリオン効果と呼ばれています。自分の周りにいる人、周りにいる人たち、自分の周りにいる人たち、親でも友達でも家族でも先生でもどんな人でもいい、その人たちが君たちのことを頭がいいなとかやればできるなと思ってたら、君たちは本当に頭が良くなってやれるようになる。わかる？自分の周りにいる人たちが君たちのことをやればできるって思ってたら本当にできるようになっちゃう。これはおかっちだけのことじゃない、全ての人間に言えることなんだって。アメリカでそういう実験があったの。わかる？詳しくはまた調べてみて。ピグマリオン効果って言われてます。わかる？こっからです。こっからが本番。気合い入れておかっちと向き合ってください。みんなの周りにいる人、周りにいる人はどうや、みんなのことを信じてくれてるか。おお、やればできるねとか、頭いいねとか、よく頑張ってるね、才能あるよ、センスあるよ、そのままでいいよって信じてくれてる、応援してくれる、褒めてくれる、元気づけてくれる、そういう人いる？一人でもいいよ。もし一人でもいるんやったらその人のそばから離れないでください。絶対に離れないで。その人が一人でもいたらその人の横にいるだけで本当にできるようになるから。頭が良くなってバスケもサッカーもスポーツもできるようになるから、その人のそばにいるだけで、ただこれだけで自分は本当にやればできるんだって思えてくるの。自信が湧いてくるんです。自信が湧いてきたらどんどん挑戦するから、できないことを失敗しても立ち上がり前に向いてゴールに向かって走り続けられるから。自信がとても大事。やればできるって思ってる人、その人のそばにいるとどんどん自分はやればできるんだと思ってくる。自信ができてくると成長する。だから自分のことを信じてくれてる人、その人から離れないでください。その人を見つけて仲良くなってください。その逆もあるよ。はあ、だから言ったやん、いつも失敗するんやからとか、ああセンスないよ、どんだけやっても無駄やでとか、やめときやめとき、どうせできへんねんからとか、ほらまたやった、田中君見てみ、ほら全然田中君と違うやん、だからダメやねん。そんな人いる？近くに。危険です、危険です、危険です。そんな人のそばからは離れてください。わかる？離れるの。別に離れてもいいんだよ。無理して一緒にいなくてもいいの。そんな人、みんなのことを信じてくれてない人がいたら離れるの。その人の近くにいると自分の自信がどんどんなくなっていく、奪われていくから。自信がないと成長できないの。でもね、どうしても離れられない人、逃げられない人っているやん。例えばな、同じクラスの子とか、もうクラス替えするまでは絶対そこにいなあかんやん。家族なんかそうや、どんだけ嫌いでも一緒に住まなあかんやんかね。同じ塾の子もこう、そう、その人が辞めるか自分が辞めない限りその人と一緒にやっていかなあかんやん。そんなこともわかる。逃げられへん時、そういう時はちょうどいい距離を見つけてください。その人とのちょうどいい距離あんねん。それちょうどいい距離があんねん。近づきすぎたら怪我をする。ハリネズミ、ネズミちゃん、ハリネズミ2人います。2人ちゃん2匹や、2匹いて、近づきすぎたらほら、お互いの体を刺して怪我をするでしょう。離れるの、ちょうどいい距離があるから、その距離が大事。好きな人同士でもそうよ。これは近づきすぎたら怪我をする、離れすぎたら寂しい。ちょうどいい距離、好きな人でも嫌いな人とでもそう。それがあるから、それを見つけてください。それが言いたかったんです。はい、ということで、言い残したことはもう何もないね。まずは見つけてください。みんなのことをやればできるって信じてくれてる人、応援してくれる人、励ましてくれる人、そういう人を見つけてください。そしてその人のそばにいてください。仲良くしてください。大切にしてください。そうすれば君たちの自信、やればできるんだっていう自信がどんどんレベルアップする。自信がレベルアップしたらどんどん新しいことに挑戦し、そしてどんどん自分は成長していくの。わかる？絶対にできるから、君たちならやればできるから大丈夫。おかっちは信じてるから OK。 それではまた会いましょう。